どうも、ウリュウです。今回ですね、だいぶ前の試合なんですけど、第4節のダッカダービーについて振り返ってみたいと思います。こういうふうに中盤の底でボールを受けてさばいてるのが僕です。で、これ全部後半のシーンのハイライトなんですけど、なんで前半の上げないかって言ったら、前半本当にボロボロで、こういうふうにボールを受けて駆け上がるシーンとかも一つもなくて、もうずっと押し込まれてる状態で、チームとしても個人としてもなんかチャンスを作れなかったというか、もういい場面が一つもなかったので、今回は後半のみのハイライトとなります。ちょいちょいボールが画面から消えるんですけど、まあ、精一杯解説はしていきます。このシーンももう画面から消えてるんですけど、タックルで相手を止めて、フォワード、裏に走ったフォワードにスルーパスを出したシーンです。ちょっと強くて合わなかったんですけど、ボールを受けたら、ここをゴールに直結するプレーを第一優先として考えております。で、こういうふうにボールを受ける前に周りの状況を確認して、もうワンタッチ、ツータッチで簡単にさばく。で、周りを見るときって、味方の選手がいる場所を見るのはもちろんなんですけど、相手を見るっていうのが僕の中では重要かなと思ってまして、で、相手がどこにいるか分かれば、空いてるスペースっていうのが絶対に分かるんで、味方は、別に次でいいのかなって。一番大事なのは相手がどこにいるかっていうのが大事で、そしたら相手がまだ距離があったら、こういうふうにドリブルで1個外すこともできるんで、で、これは横につけて、スペースを空けてあげて、この選手にボールを出せするようにしました。本当はワンタッチ、ツータッチで叩いてほしかったんですけど、結果、この選手がターンしたんでよかったです。こういうふうにセンターバック、空いてるセンターバック傷んでつけて、角度をつけてて、ちょっとこのセンターバックのミスがあって、ピンチにはならなかったよかったんですけど、これもすぐ受けて、前がなかったら、横で、横もなさそうだったら相手が来てたんで、簡単にはたいて、もう一回角度を作る。後ろの気配が来てたから、ワンタッチで返してスペースを空けて、ここの選手のコースを作るって感じです。うまくこの選手がターンしてくれたんで、いい打開にはなったと思います。結構いいチャンスでしたね、これも。このシーンは、これは中盤で簡単にワンタッチ、ツータッチで、パスをさばいて、で、引きつけたときに外を使う、サッカーのセオリーですよね。で、これ結構いい流れで、パス交換ができてて、フィニッシュまで行ったのかな、フィニッシュまで行ってますね。だからこういうふうに手数かけないで攻めるのって、すごい相手としては嫌で、逆に自分たちがディフェンスするのときって、もうゆっくりボール持たれたら結構簡単に対応できる。守備が揃うんで、遅いと展開が。だけど、シンプルにボールはたかれたりつながれると、取りどころがなくて、で、なおかつディフェンスが揃わないときに攻められるんで、だから遅ければ遅いほど僕らはやりやすいですよね、ディフェンスするなら。で、こういうふうに前があったら前にどんどんつけていくって感じで。で、でもこれ相手が揃っちゃってたんで、もう厳しいですよね、これ。ドリブルで突っ込んでも。だこういうならないように、相手を殺したときに、自分たちでツータッチとか、多くてもスリータッチとかで叩いていって、スペースをついていくっていうのが、攻撃のキーになります。これすごいいいシーンで、もうこれボールを取って、前からのプレスでボールを取ったんですけど、でもすっごくもったいないですね、これ。これ結局ボールロストしてますからね、ここに来て。で、これなんでかって言ったら、これ、ボールホルダーの選手は、僕は、これはかわいそうっていうか、確かにコースはないよなって思うんですよね。で、ここまでいいんですよ、ボール取ってまで。取ったです、ターンした、で、ここまではいいんですけど、みんな、ボールの受け手がボールばっか見てるんですよ、これ。だから前にみんな中に固まってて、コースがないですよね。で、自分たちでコースを消してるんですよ。で、サイドバックの上がりも遅くて、攻撃に厚みがなくて、もうボールホルダー孤立して、で、相手にボール奪われてのカウンターみたいな。多分何も考えないでいるべきところにいないっていうのが、これがこのシーンの一番まずいところで、知識のなさ、サッカー知識の低さが顕著に出たシーンでした。僕も、完璧じゃないんで、
言えることじゃないんですけど、はい、まあ、ああいうシーンっていうのはあれですよね、なるべく改善したいですよね。まあ、これも相手のミスから手数かけないでやっぱりスペースがあるときにシュートまで持ってきたっていうシーンですね。やっぱり前からのプレスっていうのは奪ったらすごいチャンスなんで、それはチャンス、僕らがいけると思ったらもうすぐにエンジンかけていった方がいいですね。これも僕一応コース切りながらプレスして、でボール奪えてからの、まあ、チャンスでここスルーパスで、味方に、あ、ソニーのバッテリー切れましたけど、これ結局クロス弾かれて、また前からプレスかけてボールをダッシュして、でかわしてクロス、はい、で、まあ、フィニッシュまで最後いけてますね。でこれ何のシーンだ、あ、これも前からのプレスのシーンで連動していったシーンなんですけど、まあ、見ての通りバングラディッシュって、まあ、技術リーグのローカル選手とかの技術ってまあそんな高くもないんですけど、まあ、なんせ動画でもよく言ってるんですけど、グラウンドがすごい悪いんでボールがめちゃくちゃ弾むんですよね。こういう何気ないパスとかもすごい弾んでるんですよ実際。だからコントロールも難しいし、それを収めれる、まあ、技術もないから、前からこれ奪っていいチャンスなんですけど、前から奪いに行くっていうのはすごいこのリーグのキーになりますよね。いや、こういうのも入っておかしなかったですけどね。チャンスは後半結構あったんですけど、まあ、それを決めきれなかった、まあ、僕らの敗因ですよね、そこが。で、まあ、来る前に確認してシンプルに味方に渡す、もう一回角度を作ってツータッチで前につける。で、まあ、この時とかサイドバックもっと高い位置取ってほしいんですけど、本当はもうこの時にサイドバックじゃないか、ウィンガーか、サイドバックか、高い位置取ってほしいですけどね。あ、でもこれ、あれも一緒のコース走ってんな、フォワード。まあ今のとかも、まあいいランなんですけど、まあ、同じコース。だから味方がどこにいるかっていうの分かってないから同じコースで走っちゃうっていうシーンです。はい、結局、無得点で相手に4点奪われて0-4で大敗です。去年、僕らが4対0で下したんですけど、まあ、今回逆をやられました。で、本当はこういう試合やっぱり見たくないし、辛いし、しんどいんですけど、まあ反省もそうだし、自分たちの今後のためにこういう試合を振り返るっていうのは大事なんで、まあ、ハイライトとしても挙げました。実際に動画見ていろいろ思う方もいると思うんですけど、まあ、今後バングラディッシュサッカーに挑戦する人だったり、アジアのサッカー、海外サッカーを興味ある方の参考になれば嬉しいです。まあ、そういうわけで今回終わります。それでは。